エギルス・レビッツは、ラトビアの政治家、法学者、現大統領。ソビエート連邦末期に、ラトビア人民戦線に所属し、1990年の独立回復に貢献した。1993年から1994年まで、副首相、検事法相。1994年から1995年まで、ハンガリー・オーストリア・スイス大使を務めた後、 欧州人権裁判所判事に任命され、2004年まで在職した。同年以降は欧州司法裁判所判事を務めている。2015年に大統領選挙に立候補したが、ライモンツベエイオニスに敗れ辞典に終わった。2019年の大統領選挙で当選。ソビエト連邦占領下のリガに生まれる。父のヨナスレビッツは、ユダヤ人のエンジニア、母のインゲボルガレービタは、 バルトドイツ人の詩人で、アイア・ゼームザレというペンネームを持っていた。1972年、反ソ連的活動を理由に一家揃って、ソ連を追放され、インゲ・ボルガの親戚のいる西ドイツに移住。ラトビアが独立を回復する1990年まで、西ドイツに泊まった。レビッツは、ユダヤ系であるが、インタビューなどでは、自らのアイデンティティをもっぱら、ラトビア人に求めている。 1980年代以末から政治の世界に入り、1989年にラトビア市民会議が発足すると、ラトビア人民戦線所属の大議員となった。その後、クラブ21という政治団体に合流し、1993年にはラトビアの道という政党から国会議員に当選した。ラトビア共和国憲法全文の起草に携わったほか、 大統領直属の憲法委員会委員長を務めてきた。また、オーストリア、スイス、ハンガリーなどの大使を歴任した。放送会でも、1995年に欧州人権裁判所判事に選任されたほか、2004年以降は欧州司法裁判所判事を務めている。2015年の大統領選挙期間中、 国会前で支持者に声をかけるレビッツ2011年と2015年の2度国民連合から大統領選挙に立候補したがいずれも落選した。最有力候補とみなされた2019年の大統領選挙では与党連合から支持を得て5月29日に国会議員による投票で大統領に選出された。大統領就任式は7月8日、再位まで行われた。 その後、レビッツは、リガの自由の記念碑を訪れ、戦前の初代大統領、ヤーニス・チャクステの墓に喧嘩し、退任するライモンツ・ベイヨニス大統領から、リガ城の鍵を受け取った。7月10日には、初の外遊として、エストニアのタリンを訪問し、同国大統領のケルスティカ・リユライドと首相のユリ、ラタスと会談した。10月22日には、令和の、 天皇特人の即位礼制限の儀に参列するため日本を訪問し、23日に、早稲田大学でラトビアから見た現代民主主義の諸課題についての講演を英語で行った。25日には内閣総理大臣の安倍晋三と会談した。国内の政治的問題では保守的な考えを示してきた。その一方、欧州司法裁判所では、 ラトビアの近年の動きについて難民の受け入れやイスタンブール協定はラトビア共和国憲法に抵触しないと述べるなどしている。ラトビア経済の強さはヨーロッパ有数であるとして金融改革には回帰的である。政党には所属しておらず今後も無所属で活動する意向を表明している。妻アンドラと娘インドラさん婦人会の妻。 アンドラ・レビテとの間に一男一女がいる。ラトビア語のほかドイツ語、英語、フランス語、ロシア語に堪能である。ありがとうございます。